メジャーリーグは2日午後6時日本時間3日午前7時にトレード期限を迎えるエンゼルスが来季23年オフで契約の切れる大谷のトレードに踏み切るかに注目が集まっている米メディアはエンゼルスは大谷をトレードに出す可能性は低いと報じているものの最後まで何が起こるかわからないこれまでも メジャーリーグでは絶対に移籍はないだろうと思われたスター選手がトレード期限直前に放出された歴史がある。米メ,メディア CBS スポーツは公式サイトでエンゼルスが大谷を来期の開幕前にトレードする3つの理由と来期のトレード期限までチームに残る最大の理由について球団幹部への取材をもとに紹介している。記事では大谷をトレードするかもしれない理由の第一は。 大谷とととのの巨額の契約が待ち構えていることだとしていいるるこだし記事では今後大谷に選手生命を脅かすような怪我がなければメジャー史上最大の FA になることは確実だと紹介されているただエンゼルスはすでにマイク・トラウトアンソニー・レンドンライセル・イグレシアスの3人に1年あたり9,000万ドル約120億円を超える額を払うことが決まっている。 さらに大谷の新契約は少なくとも年俸3000万ドル、約40億円以上になると考えると、チームの年俸総額の6割以上を、ロースターのわずか4選手、15%の選手に払うことになってしまう。エンゼルスの総年俸は、大谷と契約延長しチームに残せば、今後選手補強すべき資金がない事態となる。また、 エンゼルスは大谷が FA 権を得る前に延長を説得できる可能性はほとんどなく争奪戦で最高額をオファーできる可能性も低いと結論付けている二つ目に挙げているのが大谷は勝てるチームでプレーしたいという問題だ2021年9月26日試合後の記者会見で大谷はもっともっと楽しいというかヒリヒリする9月を過ごしたいですし クラブハウスの中もそういう会話であふれるような9月になることを願っていますと語っている記事ではもしエンゼルスが大谷にメジャー史上最高額のオファーをしたとしてもワールドシリーズ優勝リングへの現実的な道筋を提示できるかは明確ではないとしている大谷が加入した2018年以降エンゼルスは毎年勝率5割以下だすでに4人の監督の下でプレーしており 来年も残るのであれば5人目となる可能性が高いとしている。3つ目はチームにとっての長期的な利益だ。記事はエンゼルスが近い将来に勝てるチーム作りをしたいのであればより早い時期に大谷のトレードを検討すべきだとしている。もし大谷がより優勝に近いチームを選び FA で出ていくのならエンゼルスが対価として得るのはドラフト指名権一つだけになる。ただエンゼルスが今の泥沼から抜け出すには このドラフト指名権というカードだけでは足りないという指摘だ大谷のトレード価値はこれから残り試合数の減少とともにオフにかけて落ちていき来年の開幕時点でまた大きく損なわれるエンゼルスはこうした厳しい状況下にあるしかし今回 CBS スポーツが取材した球団幹部のほとんどは大谷が来季開幕時点でエンゼルスにいる確率が5割以上あると思うとしている それはオーナーのモレノ氏が大谷のトレードを受け入れないと考えているという理由だという関連してエンゼルスが大谷をトレードしない理由は一つしかないそれはモレノオーナーの方針だという大谷のトレード放出は時代を背負うレベルの選手が二人も在籍しながらオーナーと幹部たちが上昇チームを作れなかったと認めることになるからだ記事は最後に大谷のトレードをめぐるエンゼルス最大の試練は れののオーナーナが現実を受け入れ負の結末を受受けけ入負結末止めることなのかもしれない、いとしている。またニューヨーク・ポストはトレード期限までの大谷について複数のチームが大谷のトレードの問い合わせをしているトレードされる可能性は極めて低いがエンゼルスは初めて他球団のオファーに耳を傾けているとチームの対応が難化したと指摘しているその一方で大谷をトレードする場合は見返りが大きく オーナーの承認も必要であり残り時間がわずかとなった今今夏でのトレードは困難ではないかとも伝えているヘイマン記者はエンゼルスが大谷の見返りにトッププロスペクト4人を要求していると他球団の関係者の話として伝えているさらに大谷のトレードについて「モレのオーナーの承認を得ることが極めて難しいことを誰もが理解している」とツイートしたス Oh got oh. it got it got it 33